皆さんこんにちは、今1月の、1月が終わりですね。早いですね。もう今年も1ヶ月終わりました。2月に入っています。なんかですね、あった春のようにあったかかったり突然寒くなったりというね、1日の中でも非常に寒暖差が激しくて、皆さんも体調を気をつけていただければというように思っています。今日はですね、DX について、お話をできればなと思います。だいぶですね、このコロナの時、非接触というキーワードをもとに、さまざまな多くのですね、会社さんが DX に取り組んでまいりました。例えば、焼肉業界もしかりです。特急レーンを入れて、ロボットを入れてというようなことをやってまいりました。また従来ですとね、どうでしょうか、お客様のテーブルに端末があって、それでお客様がオーダーをしていただくというやり方を、従来、しておった、会社さんが多いと思います。しかしですね、これってすごく投資がかかるんですね。なぜならば、このテーブル端末 TTO というんですかね、これ自体の保守メンテも必要だし、導入時のイニシャルも必要になってくるということで、イニシャル&ランニングがとっても高いものになってしまいます。で、最近はそれを何に変えてくるかというと、 QR コードを用意してお客様の携帯で読み込んでいただいて、それでお客様はお客様の携帯からオーダーをするというような形に変わってきております。そしてですね、これらが始まってどうでしょう、3年4年経ってくるんでしょうか。そろそろですね、何が良くて何が悪いのかと言ったものの結論が出始めてきたように私は思っております。これは何かというとですね、それぞれの機械が悪いわけではない、システムが悪いわけではない、うまくいってる会社さんもあればうまくいってない会社さんもある。これは何によって使うのか、何によってこの違いが出るのかというと、僕は簡単だと思うんです。DX を導入する目的だと思うんですね。まず一つは目的、そして2番目に違うのは使い切っているかいないかということになると思います。これはまさにですね、機械に使われるんではなくて我々が使いこなさなきゃダメだというように思ってるんです。例えばですね、スシローさん、見てみてください。ほとんど入店から退店まで人との接点ないじゃないですか。最後の会計までもセルフですよね。そしてウェイティングもセルフになりました。こんなような状況ですよね。そしてじゃあ彼らうまくいってないですか。いや、うまくいってますよね。少なくとももちろんでっこみ引っ込みあるかもしれません。ただ全体感から見た時に、かといってじゃあそれが原因で大きくお客様の数が減っているか、そんなこと全く僕はないと思ってるんです。さあ一方で、そろそろこう使いこなしてきましてね、使っていった中で各社さん様々な反応をされていると思います。先日も外食系のですね、情報誌に出ておりました。本当にうまく使ってより積極的に DX を進めていこうという会社さんと、一方ではそうではなくてこれを人手に戻していこうという会社さんが、二極分化しているということが情報で出ています。これはですね、どっちがいいかではなくて要は目的は何なんでしょうかというところに戻らなければいけないと思ってるんです。例えばですね、サービスレス、人手減らしが目的でDX 化を進めようとすれば、間違いなくこれはうまくいかないと思います。なぜうまくいかないかというと、簡単です。それは単純にお客様から見た時に利便性が失われるだけだからです。だけっていうやつですね。僕はそうではないと思ってまして、例えば DX 化を進めていく、例えばじゃあ配膳ロボットにしましょうか。配膳ロボットが運んでいきます。その時に考えてみてください。お料理を持ってスタッフがデシャップからお客様のテーブルまで歩いていきます。これって本
本当に人がやらなきゃいけない仕事でしょうか。でもホールで働いてる方の約6割から7割は何やってると思います？歩いてます。歩いてるんですよ。物運んだり、ほとんど付加価値生んでませんよね。僕はこういうものを運搬、まあ工場用語でいうとマテハンっていう、こういうものをロボットだったりこういうものに変えていくっていうことは絶対的に僕はこれから必要になってくると思います。ただしなんですね。ただしそれによって何を求めるかなんです。それによって人手を減らして生産性を上げる、これが目的にはならないと思うんですね。僕は逆にそういう DX をすることでよりお客様にとっての接客がサービスが良くなるんだ、もっと大切な付加価値をつけていけるんだというように思っています。例えばですね、例えば歩いて運ぶところを機械が運んでいけばスタッフはテーブルから動かなくていいですよ。自分のテリトリーのテーブルのところにずっといてください。デシャップまで戻る必要ありませんよ。そこだけでいてください。すなわち歩く時間、お客様のテーブルをしっかりとチェックしてください。例えば、ね、このお肉の焼き方はこうですよ、これやったらもっと美味しく食べられますよとか、いつも来ていただいてありがとうございますですとか、もっともっとお客様に自分たちのお店の良さを伝えていくために本当の意味の接客ができるんじゃないでしょうか。そして誰がやっても人がやる必要ないようなものは機械がどんどんするべきだと思うんです。すなわち DX 化を進める最大の目的は何かといったら、接客を良くする、お客様にもっと満足度を高めていく、これだけなんだと思うんですね。ただこの目的をベースに DX 化を進めないとですね、今巷でね、よく耳にすることがあります。最後までご覧いただきましてありがとうございました。桑原社長へのご相談ご質問がございましたら、お気軽にコメント欄にご記入ください。またこんな話を聞きたい、そんなご希望がございましたら、お気軽に声をかけてください。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。